続きまして討論テーマ2つ目、経済対策地域格差の問題についてです。兵庫県は北は日本海から南は瀬戸内海まで、さまざまな特色を持った地域があり、日本の縮図だと言われることもありますが、その中で阪神地域や田島地域のように南北での、地域格差が課題だとも言われています。人口減少、人材不足、物価高、関西万博などさまざまな要素が複雑に絡む経済問題ですが、この地域格差の問題について、お話をいただきます。また政令市、中核市には、県の補助金の対象外となっていることも多く、特に県下の中核市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市の財政も逼迫している中で、独自財源で今後賄うことが難しく、県下で施策が行き届かない場合もあると考えます。そのあたりについてどのようにお考えか、ご意見をお聞かせいただきたく思います。こちらも2分半、それぞれ2分半ということで時間厳守でお願いいたします。発言の順序に関しましては先ほどと逆回りということでお願いします。最初に清水さんはお願いいたします。はい。今回経済対策ということ、地域格差ということです。今関西万博のお話を出していただきました。いよいよ来年です。私経済対策として、一つこれを力入れて取り組みたいっていうのを挙げるとしたら、観光政策、これを重点的に取り組んでいきたいと思っています。冒頭述べましたように、兵庫県というのは非常に観光名所豊か恵まれています。今ですね、ただ、日帰りの観光客の方、大体年間、これ2022年ですけども、1億1500万人ぐらいの方がですね、兵庫県に来てくれています。で、これをなんとか増やしてですね、例えば1億5000万人、これも目標値ですけども、1億5000万人というと、まあ、3500万人、4000万人ぐらい増えたとします。大体1人、日帰りの方、これ日本国内の方も入ってますよ、海外の方だけじゃなくて。で、日帰りで大体1人8000円ぐらい使うそうなんですね。で、そうすると経済効果3000億、4000億になります。で、これが決してこの神戸とか姫路とか大都市だけじゃなくて、地方に回ってもらうような、この役割は県だと思うんですね。ちゃんとこの神戸に来た方がそのままですね、北の方に上がってくれて、丹波篠山で古民家で遊んでもらうとかですね、姫路に来た方が上に上がってって佐用町でひまわり見てくれるとかですね、そういったつながりを作っていくのが県の役割かなと思ってます。そういったことをすることで地域経済、兵庫県全域に潤っていくというふうに考えます。で、もう一つがね、やっぱり農作物、農業政策、これも重要かなと思ってます。今だいたい兵庫県、お米、野菜、魚、畜産、お肉ですね、だいたい400億円から500億円ぐらいのそれぞれ売り上げがあります。ここで上げていく、やっぱりブランド化していって、売れる農作物、高く買ってもらえる農作物、宮崎県知事をやった東国原さんがマンゴーを、ね、宣伝して、すごくマンゴーが人気になりましたが、ああいった政策をするのもやっぱり兵庫県の重要な役割かなというふうに思っています。そういった宣伝をすることで、これもやはり地域それぞれ、この広い兵庫県それぞれで、取れる、農作物、海産物違いますから、これをやることで兵庫県全域の経済が潤っていくんじゃないかなというふうに考えております。続いて中川様お願いします。先ほど司会の方から政令市、中核市などは財政力が厳しいんだということをおっしゃいましたけど、違うんですね。政令市、中核市、そして芦屋市などは財政力があるんです。ない市を35の市長に対しては交付金を県が考えているわけです。実施してきたんですけれども、躍動する兵庫応援事業というこの交付金事業はですね、斉藤さんが知事になられて作られた制度ですけど、たかたか1000万弱のですね、交付金、こんな申請に手間がかかるわけですね。私はこんな形ばかりの事業はむしろやめたほうがいいと言ってます。国や県が持っている予算と権限と人員を基礎自治体に渡すべきなんです。そういう意味で私はずっと分権を主張してるんですね。補助金や交付金に頼って借金付けの地方財政やってる限り、いつまでたっても地域は元気になりません。応急処置や対症療法、これでは問題は解決しないんです。そこから変えていかないとダメだということを私は訴えております。私は発想を転換して、将来の雇用と税収を生む分野に税金を投入することで財政に好循環を生み出します。また公共資産を活用して税金以外の税外収入を高めていきます。さまざまな社会課題がたくさんありますが、それをテクノロジーで解決する過程で
新たな技術やビジネスが生まれていくんです。自動運転や空飛ぶ車、これは私が前々から公約に掲げておりますが、この兵庫県内のものづくりの技術が活かせるんですね。新たな成長産業なんです。そういうのを育てるためにビジョンを打ち出して、そして規制緩和や社会実装を進めていく、それが行政の役割なんです。私はそれ以外にデジタル地域通貨を導入して、兵庫県内でお金が循環する仕組みづくりを訴えております。県を挙げて例えばゴミが減らせる、廃棄物をできるだけ出さない生き方に、仕組みに変えていけばですね、市民生活のために使える予算が増えるんですね。あるいは私たちが健康に留意して、できるだけ医者にかからない生活に切り替えれば、税金や国保料だって安くできるんです。そこから根本から変えていこうじゃありませんか。続いて中村様お願いします。ありがとうございます。私はその地域格差の問題についてですね、これ地域格差と考えるのか、そしてもそれとも特徴だと考えるのかによって話が全然変わると思います。で、兵庫県は広いですし、それぞれ地域ごとに、様々な特色が持っています。そういう意味でこの特色をどう生かしていくかということは非常に大事だと思います。先ほど出てました農業の話だとか、あるいは観光の話だとかしてもですね、それぞれの地域ごとの特色をどう生かしていくかということが大事だと思います。人口の問題が先ほどから出てますけれども、即効性があるのは、私も兵庫県庁の時にやっておりましたけれども、企業誘致ですね。今熊本なんかは半導体でものすごい人が集まってますけれども、こういった即効性のある企業誘致、これは当然兵庫県も実はずっとやってるんですけれども、そういったものに加えて、例えば移住の促進、移住っていうと最近結構、その都会ではなくてそういう地方にですね、たくさん移住の希望も出てきておりますけれども、そういったことを促進したりするっていう、定住人口を増やしていくっていうのは一つあります。もう一つ、その交流人口ですね、先ほどの、観光ですとかツーリズムですとか、そういったものをこう進行していく、やはり経済を、活性化させていくということによって、兵庫県全体がですね、その活性化していくということにつながっていくんじゃないかというふうに思っています。それから財政についてでございますけれども、これも先ほど来申し上げたように、全て税金で賄うっていうのは非常に厳しい今時代になってきました。したがって、ステークホルダーっていう言い方しますけど、利害関係って言いますか、みんなで協力しようと思って、いただける企業だとか、研究所だとか、いろんなところとですね、知恵を出し合って、あるいは力を出し合って、こういったその財政をそのどれだけ、お金だけではなくて、県のお金だけではなくて、いろんなとこからですね引っ張ってきてできるかと。例えばクラウドファンディングでですね、国立科学博物館が、1日で目標額を達成したという例もありましたけれども、やはりもちろん財政も一生懸命努力するんですけども、一方で、いろんな方のですね、知恵と力と、これを融合して産官学で解決していかないと、誰か一つ、県だけで何かするというのはなかなか今難しい状況になってきているのではないかと思います。力を合わせてやっていくということが非常に大事じゃないかというふうに思っています。ありがとうございました。続いて斉藤様お願いします。はい、兵庫県の強みはやっぱりこの広い兵庫県の中でいろんな自然、文化、歴史、それからいろんな地場産業が多様にあるということです。都会に住んでても地方に住んでても本当に住みやすいというのが兵庫県の本当にいいところだと思います。それから公立、私立ともに教育水準が本当に高くて、教育環境が充実しているというのが兵庫県の本当にいいところだと思います。それぞれの地域をもっともやっぱ伸ばしていくということが私はすごく大事だと思います。その一つの取り組みが万博に向けてです。兵庫フィールドパビリオンプロジェクトというものをしています。兵庫フィールドパビリオン、これは万博は大阪の夢洲がパビリオンが建てられる会場なんですけど、そこに来ていただくだけではやっぱもったいないということで、兵庫県全体をパビリオンと見立てて、各地域で農業やってらっしゃる方、カバン作りされてる方、まちづくり、震災の復興、いろんなことを一生懸命将来に向けて地域の持続可能な形をやっていく、いわゆる SDGs な取り組みをやってらっしゃる方がたくさんおられるんで、その取り組みの現場そのものをパビリオンと見立てて、そ
それを結んでみんなに来ていただきましょう、海外からも日本の方もたくさん兵庫県に来ていただきましょうというプロジェクトを、私が就任してから3年間やってきました。最初はゼロからのスタートで全くこれ補助金も何もなかったんですけど、今200を超えるプログラムをやりたいという方が手を挙げていただいてます。これがやっぱり兵庫県の地域の底力、魅力だと思うんですね。そこをこれからももっともっと応援していく、地域の道路ネットワークが必要であれば整備していくとか、それから政令市中核市としっかり連携をしながら、必要な予算は中核市政令市にもしっかりつけていくということをやりながら、兵庫全体を伸ばしていくということをこれからもしっかりやっていくということが大事だというふうに思っています。続いて福本様お願いします。はい、経済対策っていうね、大きな問題がありますけども、皆さん、私自体がですね、私の人生の基盤を作ってくれたのがね、兵庫県なんですよ。兵庫県が私の人生を変えてくれたんです。それまではすごい貧乏な生活をしていたんですけども、資格を取ること、資格をねきちっとね取るところできちっと資格を取って病院に勤務をして、そこで本当に人生が変わりました。そういう人がね、日本全国世界中にいてると思うんですね。その人たちに恥ずかしがらずに、財政が厳しいんだって、助けてくれ、ふるさと納税たくさんしてくれよって言っちゃったらいいんですよ。助かん、たくさんね、周りには兵庫県のファンがたくさんいます。ファンの人に自分の町の人間が頭を下げて助けてください、きちっと言えばいいんです。そうすれば皆さんが僕みたいにね、本当に兵庫県がなかったら今の私はここにいないんですよ。兵庫県があったからこそ私がここにいる、授業もうまくいくようになったっていうことがあります。ですから、ここを通し、ここの兵庫県を愛している人っていうのは日本全国世界中にたくさんいます。その人に協力を得るっていうことに恥ずかしがらずに、行政はやっていただきたいなと思います。そして、私都知事選の方に出てたんですけども、都知事選で56人中16位だったんですけどもね、各地域に行かせていただいて、ティートの方にも行かせていただきました。その時にね、言われてたのが、僕たち公共事業がないと生きていけないんだよ、知事が変わったら公共事業をカットされたらどうしてくれるんだっていうふうにね、言われました。そうなんと、やっぱしそうですよねっていうふうに、小池さんになっちゃいますねって、そういうふうになっちゃいますよね。ですから、やっぱりその変えるっていうことの難しさっていうのをね、本当に実感をしました。続いて大沢様お願いします。はい、ありがとうございます。県下のですね、市や町の特徴を生かすことが重要だと私は考えます。兵庫県の各地方はですね、五国と呼ばれてまして、それぞれの地域に歴史の遺産であったりとか、観光資源が、ね、豊富にあります。都市、あるいは農村、海、山、ね、豊かな資源に恵まれているのが兵庫県です。で、今それぞれのですね、市や町はその特徴とか魅力を生かして、観光客の、ね、誘致とか町づくり、ね、それで活性化しようといろいろ頑張っておられます。大事なことは、県がですね、そういう市や町の頑張りに対してですね、財政的支援をいろんな形ですることかなと私は思います。で、地域経済の活性化については、やっぱ賃上げでね、購買力は上げることが重要なのかなと思います。中小企業、ね、業者をね、支援して賃上げをね、後押しして、時給1500円以上を目指してということかなと思っています。報道されてご存知かもしれませんけれども、岩手県はですね、時給を上げた業者に対して支援を行って1万5000人以上の、ね、賃上げを実現しました。
農林漁業、地場産業、ね、地域の、ね、地元の経済を支えているのは中小企業だったりとか、小規模事業者です、ね、その支援を行うことで、地域循環型の、ね、経済を仕組みができて持続可能な地域づくりに貢献できると考えています。以上です。続いて稲村様お願いします。はい、まず政令市中核市の、ね、財源の問題とか補助金対象外という問題です。私天ヶ崎市の市長しておりまして、天ヶ崎市も中核市なんですけれども、もちろん県からの補助金ねあるに越したことないんですが、権限がすでに一定規模の自治体には移譲されているために、国からの地方交付税などが、まあ、直接その県を通さずに市に行っているというようなケースもあって、まあ、少し違いが出ているというような場合もありました。で一方でですね、例えば尼崎市で言いますと、ものづくり支援センターとかスタートアップ の創業支援とか、ちょっと市の施策と県の施策が重なってしまっててもったいないなというような、そんな分野も実はあったんです。ですのでこういった政令市中核市とはそういう非効率にダブることなくで、もうちょっと、ね、連携を強めてお互いが、さらに補完関係を持っていけるような、ちょっとそういった取り組みが進められたらいいなというふうに思っています。で兵庫県全体の産業ですが、やはり日本の縮図という言葉もありました。いろんな社会実験ができるのが強みかなと思っています。自動運転や、ドローンとか、これからねますます技術の発展が期待される分野もありますが、やはり室内だけではない実験なども必要です。水素など新しいエネルギー分野、本当にねいろいろな可能性で日本をリードできるようなことがあるのかなと思っています。また中小企業についてはやはり人材確保、若者の支援、定着、そして尼崎でも長期実践型インターンシップっていう中小企業の方々と一緒に課題解決を若者が考えていくような、そんな取り組みもしてたんですけれども、いろんな形でそういった人材確保の支援が必要だと思っています。さらに豊かな農林水産業があるのも兵庫県の特徴です。世代交代が急務です。今例えば農地のオーナーさんと新規就労者、ここがうまくコーディネートされるか、農地の集約がうまく進むか、こういったところのコーディネートに県が果たす役割非常に大きいです。今より踏み込んで、やはりスピード感を持った取り組みがさらに必要だと地域を回っていても感じています。そして、こと消費ですね、兵庫県ならではの体験ができる観光グルメなども含めて進めていきたいと思います。最後に立花様お願いします。はい、皆さん上手にいいこと言うはるなと思いながら聞いてました。私淡路島でおじいちゃんも母親も、まあ、父親も淡路島で結構育ちました。子供の頃両親離婚して大阪に生まれたんですけど、春休み夏休み冬休みずっと淡路島にいて、まあおじいちゃんからはね、公のために尽くせめっちゃ言われたんですよね。政治家ってしんどいんですよ。綺麗事ってもう皆さんの前で言いづらいけど誰でも言えるんですよね。ほんまに改革しよう思ったらめちゃめちゃ抵抗されるんですよ。 NHK に入ってね、不正見つけても黙ってようと思いましたよ。でも誰かがやらなあかんから俺がやりました。淡路島のおばあちゃんに褒めてもらいましたよ。こんなテーマ、本当はこう地域格差とかのテーマで淡路島にパソナみたいな企業をもっと誘致しましょうとか、これはまあほんまにやりたいと思いますけど、そんなんちゃうんですよね。なんか政治家って政策じゃなくて人で選んでほしいって思うんです。今回やっぱり斉藤前知事めっちゃいじめられてるじゃないですか。最後には仲間からも裏切られてるでしょ。普通こんな状態になったら精神崩壊しますよ。選挙なんか出よう思わないですよ。めちゃめちゃご立派なことをおっしゃってるし実行してるし、こんなそもそも選挙やることなかったんちゃうかなと思うけど、ただぜひ皆さんでね、こう政治家はこれみんなそうっすよ、いいこと言いますよ、それはみんなが言うこと、やることやらなあかん、でもやらなあかんことしよう思ったら財政なんとかせなあかんでしょ。儲けるかどっか削るか、
どっか削ったら削られた人怒ってくるもん。そら偽のね、僕だって部下切ったらもうわけわからん家の前で7000万ヤクザから借りたとかやられたんですよ。そういうね、内部告発はそういうね、嫌がらせの犯罪と正義の内部告発ほんま一緒にしてほしくないんです。でやっぱり皆さん行こうとおっしゃってるんで僕はそれが誰がとは言わないですけど、少なくとも政治家って言ったことをやろうとしてる人をぜひね、誰がほんまにやろうとしてるのか見つけて選挙に行ってください。皆様ありがとうございました。討論では3つ目に参ります。防災減災対策についてです。来年は阪神淡路大震災から30年を迎え、子どもたちや若者を中心に震災を経験したことがない県民も増えています。南海トラフ地震などの大災害に対する防災減災対策は常にしなければいけないことだと思います。また昨今の異常気象に伴う大雨や土砂災害などの天災も増加しています。防災減災対策についてどのように考えるか順番にお考えをお聞きしたいと思います。こちらも2分半厳守でお願いします。立花様よりお願いします。追い出されんで済みましたね。2年ぐらい前にね、テレビ朝日でテーマと違うこと言ったら追い出されたんですよ、僕生放送中に。ほとんど知らないと思いますけど、テレビ局でそんなことしよるんですよ。戦争のことについて、国防のことについてって言ったら、テレビは核兵器に勝る武器だ、テレビは国民を洗脳する装置だ、テレビは真実を隠すって言うと、それはテーマに関係ありませんとか言われて音声下げられて、横で山本太郎さんがほんまに出ていくのみたいな感じで言われましたけども、まあちょっと防災のことについてね、もう追い出されたくないんでちょっと防災のことについて話すと、30年前阪神淡路大震災があった時、僕 NHK の大阪放送局で仕事してました。淡路島で地震起こったの、震源淡路島の震源から神戸や尼崎や西宮と僕が住んでた大阪府の泉大津市とか大阪市内堺、距離変わらないですよ。ここだけめっちゃ揺れたでしょ、神戸、西宮、尼崎ぐらい。裏側の三段とか全然揺れないじゃないですか、揺れなかったですよ。被害出なかったのは、あれ地形の問題なんですよ。で、やっぱり危険なんですよ、兵庫県の、いわゆる神戸市から尼崎ぐらいまでは、大阪湾の中で地震が起こると、岩盤が厚いから危険なんですね。それを NHK の時に報道するかどうかで NHK って悩んだんですけど、報道してないんですよね。あそこ危険だ、もう一回地震来たらあそこまた崩壊しますよ、メディア言えないんですよ。だってそのこと言ったら、地震で財産が減ってる人にお前らね、もう一回建て直してもまた地震来たらまた崩壊するって言ったら地価が下がるから。30年前から NHK そうやって真実を隠してるんですよ。皆さんこれ本当ですよ。だってどう考えてもそうでしょ。マヤさんや六甲山の岩盤が厚いから地震の波が越えていかずにあそこでガッて破裂するんですよ。だから昔からの文明が阪神地区にはない。そんなことを本来は県民の皆さんに伝えていくのが僕は政治家やメディアの役割だと思います。防災についてはそういったところに住むのは危険だと言いながら別のところに移住してもらうような計画をちゃんと立てていかなければならないと思っています。以上です。続いて稲村様お願いします。はい、皆さん先般 のコロナウイルスですね、感染症のことも記憶に新しいかと思うんですけれども、そういった感染症と自然災害が同時に起きるようなそういう複合災害ということも想定しなければならない、そういった時代になりました。そういった複合災害への対策であったり、非常に大規模な災害の時の広域避難の対策であったり、また、それこそドローンの活用とか備蓄の見直しとか、本当にたゆまぬ防災対応力の強化が必要だと思っています。来年で震災から30年です。国の方でも防災庁または、ね、防災省の設置に向けた議論が少し進みそうかなというふうに思ってます。兵庫県は本当に阪神淡路大震災で被災者の生活支援ということに向き合いながら復興に取り組んできました。そういった被災者の生活を守り人権を守っていくという観点から、そういった防災庁の議論を
経験を生かしてリードしていきたいなというふうに思います。ただ防災庁を兵庫県に誘致しますかというような質問が公開討論会でも出ることあるんですけれども、やはり一義的には今さまざまな機能が集中している首都に基本的な防災庁の第一機能を置くことが、どうしても必要になってくるかなと。これはもともとこういった災害の対応を想定する首長を経験したものとして思います。一方で首都直下型地震のリスクについても言われています。首都が被災地になる場合のセカンド機能ですね、そこについては兵庫県がこれまでの蓄積を生かして積極的な役割を果たせるのではないかと思っています。そして、そういったソフト対策だけではなく、ハードにおいてもやはり防災の側面を重視した整備が必要だと思っています。先ほど公共事業についての話が少し話題に出たと思います。やはり地元でいろいろな災害に対する対応力を企業さんというか地元の業者さんにも保持してもらわないといけません。公共事業をこれからどうしても兵庫県の財政考えると減らしていく方向にはなりますが、計画的なロードマップをしっかり出す中で人材確保や技術力の保持にもしっかりとね地元が取り組めるようにしていくことが重要だと思っています。続いて大沢様お願いします。はい、ありがとうございます。阪神淡路大震災の、ね、復興ではですね、創造的復興というのを掲げて行われてました。これはですね、実は大型開発中心の復興で、この進め方は間違ってたん違うかなと私は思います。今でもですね、播磨臨海地域道路などですね、高速道路の計画が進められてます。これはこれから人口の減っていく中でですね、本当にこの高速道路がね、防災の面とか考えて必要なのかっていうふうに考えていかなあかんかなと思うんですね。津波とかですね、高潮対策にをねしっかり行って、地球温暖化のもね元で今多発している豪雨の対策ですね、これに力を入れたり、地産地水などですね、公共の事業の予算をですね、こういう防災減災にもっと追い込むべきかなというふうに私は考えます。で、地球温暖化については急いで対応を進める必要があるのかなと思います。県内にですね、石炭火力発電所がまだあります。これをねやめて再生可能エネルギーね、さらなる普及を図れるように県として取り組んでいけたらと思います。以上です。福本様お願いいたします。はい、私が言っている7つの約束の中に防災対策の強化というのがあります。その中には基本に戻るという意味で、防災訓練やハザードマップの整備、地域住民の防災教育を通じて災害に強い町づくりというふうなのを書いています。基本的にはこれは基本的な基本、まずは県民が基本に戻ってこれを意識する、意識づけをするということを今する必要性があります。もうすぐ地震来るかもしれません。今私自体が東京の方で地震も経験しました。竜巻にも遭いました。水害にも遭いました。今事務所が栃木県の方にもあるんですけども、山火事にも遭いました。だからどこにいても災害というのは必ずあります。ですから意識的に必ず準備をするっていう心掛けっていうのが必要になってきます。まずは戻る、最初に戻る、気をつけるっていうことに気をつけていただきたいっていうことを記者の方にですね、たくさんアンケートがたくさん来てます。その中では私は結構こんなことを書かないです。本当に今皆さんが言われているように、こういうことすればいい、こういうことすればいい、ここに支援をすればいいっていうことを、やっぱしこう記者さんには基本的なことをね、やっぱり書くんですね。それはやっぱり基本なの、基本中の基本だけど、その中に人間として人として
何が必要かと思いを伝えることができるかできないかっていうことが僕はすごく大事だと思うんですよ。それで首長はですね、頭を下げるのが仕事、県民のために頭を下げるっていうことができなければ僕は社長にもなれないし、社員を守ることもできません。ですから皆さん、はい、終わりです。続いて斉藤様お願いします。はい、今年1月には能登半島で地震が起きました。そしてこの間は南海トラフの注意報も発令されて、やっぱり災害時にどういう対応をしていくのかということが突きつけられています。最近やっぱり雨も多くなって風水害というか川が溢れたりとか、本当に兵庫県内でも増えています。そういった時にやっぱりこう集落が孤立したり、兵庫県は都市部もあれば山の中の集落もあるので、そういったところが物が行かなくなったり、道路がダメになったり、それからトイレや洗濯物ができなくなったり、そんなことが今回の能登半島地震でもありました。そういった時にドローンを使ったりとか、あとはトイレがついた車とかランドリーカーとか、たくさん新しいものが出てきてますんで、そういったものを使って災害の起こった時にしっかり地域の皆さんが安心してこう避難ができるような、そんな環境づくりをしていくということが私はすごく大事だと思っています。それから阪神淡路大震災から30年になります。震災の経験をしてない高校生とか若い世代の方が増えてますので、そういった方々に、子どもたちに阪神淡路大震災でどういうことが起こったんだと、でどういうふうに復興復旧をしてきたのかということをやっぱりつないでいくっていうことがすごく大事だというふうに思っています。創造的復興という理念があります。これは災害前よりもより良い社会を作っていこう、ハードもソフトもいずれもですね、より良い社会を作っていこうという理念なんですが、これ実は阪神淡路で誕生した理念が東日本大震災、熊本地震、そして世界の災害時の復興の実は普遍的な理念になっているんですね。災害前よりもより良い社会を作っていく、実はこれが兵庫県が作った兵庫県発の考え方なんだということをもっと皆さんに知ってほしい。それぐらい兵庫県はすごいところなんだ、災害から震災からやっぱり復活してきたんだということを知っていただきたいというふうに思います。続いて中村様お願いします。はい、阪神淡路大震災のですね、教訓をどう伝えていくかということを、これは非常に大事なことであります。私は心から心へつないでいくということが大事だと思っております。私兵庫県庁におったときに、神戸の会期で震災にあったお姉さんとその離れていた妹の会期を見たときに、もう 涙が止まらなくなったんですが、もっと涙が止まらなかったのはやはり観客の方々が涙を流してご覧になっていたことでした。それから西宮の芸術文化センターで、県民創作オペラ、実は私オペラ歌手として出たことがあるんですけれども、その時もですね、その震災から復興しようっていう、みんなで合唱、最後の場面で合唱してた時に、実は観客の皆さんの顔が見えるんですね、ステージから。やはり皆さんが涙を流しておられた、それを見てもうこっちも我慢できなくなるぐらい思いが強くなったわけですけれども、そういった心から心へどう、その経験を伝えていくかが大事だと思っています。で、兵庫県は、そういったことがベースにあって、三木の e ディフェンスでありますとか、人と防災未来センターでありますとか、そういった、震災の経験を伝えていこうという努力がですね、そしてそこから得られるものをどう、広め、そして後の世代に伝えていくかっていう努力を、非常に強くやっている県だというふうに思っています。これを続けていくことが大事だと思っています。それからもう一つ、その防災減災につきましては、やはり平時からの、対応というのは大事だと思います。平時からの訓練とか備蓄の確認だとか拡充だとか、そういった防災減災に向けて一人一人がですね、自分ごととして取り組む、そして、町内会とか自治会とか、そういったところで、一緒に訓練をしたり、コミュニティで対応するということも考える、そして最後に、もちろん、行政もですね、一緒になって考える、こういったですね、たくさんの重層的な取り組みで減災防災に取り組んでいくということが大事だと思います。いずれにしましても、それにつきましてもやはり一人一人の意識といいますか、それは大事であります。心から心へそういったものを伝えていくということの大事さを痛感しております。以上でございます。
続いて中川様お願いします。私は、葛西市長や北区長を経験してから、早稲田大学そして東洋大学の研究員として公共施設やインフラの総合的なマネジメントの研究をしてきました。県内各地にはインフラが本当にたくさんあってそれが老朽化しております。例えば兵庫県所管の橋に関しては50年以上経過したのがもう6割なんですね。で、災害時にこの橋が壊れて使えないようなことがなればですね、人命救助も被災支援もできなくなるんです。だからこそ普段からちゃんとしたメンテナンスをしていく必要があります。災害やこの災害の予知はですね、完全にはできません。予防もできません。災害が発生してもこの被害が最小で済むように減災の発想というのが根本になければならないと思っております。阪神淡路大震災から30年が経過するわけで、それを機にですね、事前防災から災害復興まで一連の災害対策を担う防災庁を設置して関西広域連合と連携しながら広域的な防災減災事業を推進していかなければならないと考えています。水害や土石流災害を起こさないために山林の適切な管理、河川やため池、ダムの改修など流域治水に総合的に取り組んでいきます。地域の消防団組織というのは災害時の警防活動の中心的な担い手です。それがですね、近年の団員の減少、弱体化が進んで、私は普段その地域で暮らしていらっしゃる女性消防団員に入っていただくことが大事だと思っております。県の防災会議が中心になって地域防災計画や国民保護計画、あるいは6つの防災拠点整備などがされましたけれども、災害時に迅速かつ的確に対処できるように、県民の安全安心を確保できるように災害時の被災者支援業務、これをデジタル化してすぐに対処できる体制を整えたいと考えています。最後に清水様お願いします。はい、私が政治家を志したきっかけ、それは東日本大震災です。当時テレビの仕事をしてましたので、連日東北の被災地に取材で入りました。本当に大変な状況の中、我々も、仕事ですからマイクを向けたり現場をリポートしたりします。でその際ですね、お話を聞こうと思って、いろいろお伺いしますと、東北の皆さんってすごい我慢強いところがあるんですね。こうお話どうですか、どんな状況ですかって聞いても、いやいや、うちなんてまだまだそんな大丈夫だから、もうあちらのお家の方が本当大変だからって感じですね。本当は泣き言などもっともっと言いたいんでしょうけど、そういうことで、ね、あんまり表に出されないんです。で、そういったことを感じながら、当時東京で国会の取材というのも行いました。当時は民主党政権です。で、その取材をしてたら国会がですね、全然機能してないんですね。民主党政権ももう終わりの方でしたので、どちらかというともう内紛劇、何派と何派がこう喧嘩してとか別れてとか、そんなことばっかりやってるんです。いや、これは東北の現場こんな大変なのに、それを頑張って支えなきゃいけない国会が何をやってるんだと。で、その憤りで議員を目指しました。で、そんなことがありますので、今もですね、年に数回は東北行ってですね、いろいろ現場を見たりしています。で、その中で私が国会の場でも伝えてきたのが、防災減災いろいろ対策はありますけども、その後の話でしてね、これはこの神戸の大震災を参考に、常に国会に伝えてきたんですが、被災をした後にじゃあどういうコミュニティで生活するかということです。阪神淡路の時はですね、比較的こうもうすぐに避難しなきゃいけないので、今まで住んでた地域からまた別の地域でバラバラでね、地域ごとじゃなくてバラバラで移り住んだ方が多かったです。その結果、孤独死とか孤立死というものが生まれてしまいました。ただでさえ被災して大変なのに、その後の生活というのも今までの仲間から離れてですね、寂しく過ごさなきゃいけない、これは
本当に残念なことだと思います。その経験から東日本大震災ではやっぱり地域を大事にしてくださいと、コミュニティをちゃんと作ってくださいと、被災する場合は同じように今まで住んでた方々が同じような場所で暮らせるように、それを大事に考えてくださいよと、これをずっと言い続けてきました。ですから、まあ、防災減災いろいろ、ね、耐震化とかいろいろありますが、その後のことも考える、これも一つの減災対策かというふうに思っております。